今日は最初の音を絶対に外さない方法を紹介したいと思います。コンサートや発表会で最初の音を出すときに外してしまうかどうか不安なときってありますよね。絶対に外さない裏技を紹介したいと思います。ここの糸巻きの部分に耳を当てます。当てた状態で一番最初の音をピッチカートで確認します。かなり小さい音でもとても大きい音で耳に聞こえてきます。この状態で音を出してみましょう。